出席議員62名であります。休憩前に引き続き会議を開きます。引き続いて質問を行います。相沢隆君。皆さん、こんにちは。この春の統一地方選挙におきまして、呉市選挙区から出馬し、初当選させていただきました、公明党広島県議会議員団の相沢隆です。私の出身は栃木県であります。進学や就職、転勤に伴い、沖縄、広島、長崎へと生活の拠点を移しながら、本日に至ります。各県では地域住民の方々の平和への取り組みについて、戦中戦後の体験談や貴重な地元史を学ぶ機会に恵まれ、多くの刺激を受けてきました。そして私にとっての第二の故郷となる広島県呉市、就職先の呉の製造業は他の産業も含め、呉珍獣府時代の歴史と関係のある技術工場を存分に生かした日本産業の柱の一つであります。その中で設計者として培った経験を生かし、広島県の直面するさまざまな課題への取り組み、そして呉の魅力や役割を存分に生かして、広島県の明るい未来構築に挑戦してまいります。選挙期間中は絶大なるご支援を賜りました多くの支持者の皆様への感謝への思いを忘れることなく、県民の皆様のお役に立てるよう全力で頑張ってまいりますので、諸先輩の皆様よろしくお願い申し上げます。本日は私がこれまでの人生で学んできたことや選挙期間中に訴えてきたことをご質問したいと思います。それでは最初の質問に入りたいと思います。第一の質問は平和への取り組みについてお伺いします。栃木県出身の私は、小中高時代を栃木県内で過ごし、大学進学や就職、転勤を機に生活拠点を沖縄県、長崎県、広島県に移してまいりました。それぞれ拠点を移すたびに、沖縄、長崎、そしてここ広島、いずれにおいても熱く平和学習に取り組まれていることに驚きを感じたものです。一方、8月6日、8月9日の広島、長崎での平和記念式典などに向け、地元地域の平和への意識の高まりは感じるものの、他県を見渡した場合に、地元地域ほどの広がりや意識は高まっていないのではないかと感じております。これは限られた地域、限られた時間で平和の取り組みに関する発信や平和学習を記念日周辺のみにあてがっている弊害なのかもしれません。そのため、継続してこれらの取り組みを行っていくことの大切さを感じております。そこで今回、平和を題材とした質問を2点させていただきます。まず1点目は、平和への取り組みと発信について伺います。官民一体のオール広島で開催準備にあたった G7 広島サミットにおいては、関係された多くの方々のご尽力、県民の皆様のご協力により、無事成功裏に閉幕いたしました。サミットが始まった5月19日には、初めて G7 首脳が揃って平和記念資料館を視察し、館内で芳名録にそれぞれの決意を記しました。各国首脳がその決意を記す中、アメリカの大統領が具体的に核をなくすと踏み込んだ決意を記した様子を拝見しながら、各国首脳の個人としての思いは核廃絶に向かっていると私は確信いたしました。また、電撃来日されたウクライナのゼレンスキー大統領は、被爆直後の広島市内の風景が自国の戦争の渦中にあるバフムト地域に似ているとコメントされ、核保有国のロシアに立ち向かう中で、
各国首脳の誰よりも核兵器の恐怖を身近に感じたのではないかと思われます。サミットの閉幕においては、岸田総理は世界80億の民が全員広島の市民となったとき、この地球上から核兵器はなくなるだろうと思いを述べられました。湯崎知事も記者会見において、サミットで広島への関心が高まったとして、引き続き平和の発信などに取り組んでいく考えを示されたところです。今後も広島の思いを国内外に届けていただくようお願いいたします。そこで唯一の戦争被爆国であり、かつサミット開催県である本県が今後も平和への取り組みの発信を行っていくことは重要な意義があると考えますが、核兵器のない平和な国際社会の実現を目指し、国内外に向けどのように本県の思いを発信し、国際平和に向けた取り組みを推進していくのか、知事にお伺いします。2点目は、県内高校生への平和教育の取り組みについて伺います。G7 広島サミットを契機に、核兵器のない世界に向けた機運づくりが求められる中、若者への平和教育を今まで以上に充実させることが重要と言えます。平和教育の基本となるのが、被爆者から直接その体験を伺うことです。しかし、被爆証言を語る団体の方からは、高校生に証言する機会が減っているという声を耳にします。永岡文部科学大臣は、参議院の文教科学委員会などにおいて、再三各学校で戦争の参加や平和に関する教育が適切に行われるようしっかりと取り組んでいくと答弁されておられます。調べてみたところ、広島市内では昨年度、広島市の大半の小中学校で被爆体験を聞く会が開催されており、広島市立の高校でも実施されていると伺っております。しかしながら、広島市立以外の県立高校においては、8月6日の広島原爆の日や、平和教育に関する取り組みにおいても、どこかその受け止め方に温度差があると感じております。各高校の教育課程を編成するのは校長の権限であり、その自主性に委ねることは承知しておりますが、各校からの申し出を待つのではなく、県教育委員会として被爆証言を聞く機会を県内高校生にも設けてもらえるよう、校長会などを通じて積極的に働きかけてはいかがでしょうか。対象が高校生であれば、ロシアのウクライナ侵攻や安全保障をめぐる国際情勢を踏まえながら、被爆体験を伝えることもできると考えます。そのような機会に触れることで、若い世代の人たちに平和について何ができるのか、より具体的に考えるきっかけになると思います。被爆者の高齢化が進む中、直接証言を聞ける機会は年々減ってきています。だからこそ、今回の広島サミットを機に、未来を担う県内の高校生に被爆証言を聞いていただきたいと願います。そこで、G7 広島サミットを機に、核兵器のない世界に向けた機運づくりが一層高まる中において、広島市内だけでなく、県内の高校生にも被爆証言を聞いていただく機会を設けてもらえるよう、学校側に積極的に働きかけを行っていくべきと考えますが、高校教育における平和教育の在り方について、教育長のご所見をお伺いします。質問の第2は、G7 サミットを契機とした取り組みについて2点お伺いします。1点目は、県内島嶼地域の移住への取り組みについて伺います。G7 広島サミットでは、期間中、広島県内のさまざまな魅力が発信されました。特に各国首脳が訪問した廿日市市の宮島などについては、世界に向け絶大な宣伝効果があったものと思われます。一方、私の地元である呉市や江田島市、大崎上島町などの県内島嶼地域においても、それぞれ魅力的な地域資源がありますが、実際に首脳が訪れた地域と比べると、各国マスメディアの扱いには
差が出ていると感じております。一般的に島嶼地域は急速な人口減少、少子高齢化の影響を大きく受けていると言われます。その要因の一つとして、島嶼地域に訪れるためには、フェリーや橋などを利用する必要があり、多くは島に渡るための費用が発生するなど、都市部に比べ、人の往来についての課題がございます。一方で、県内の島嶼地域は、瀬戸内の素晴らしい気候風土や、島に住む人の営み、文化など、それぞれの島ごとに違った魅力と個性にあふれています。こうした環境は、東京などの大都会に住む方々にとっては、魅力的に映るのではないかと感じています。そこで先日、伊豆移住者の支援を行っている東京都の NPO 法人ふるさと回帰支援センターを訪問し、話を伺ってきました。当センターでは、地方移住に関する相談件数が1年間で5万件を超えており、特に子育て世代などでは、移住先での就職、子育て環境に重きを置いている傾向があるとのことでした。G7 広島サミットにより、本県への注目度は高くなっておりますが、この効果を一部の地域にとどまらせるのではなく、移住を希望する東京圏の人々に対して、県内島嶼地域の魅力がしっかりと伝わるよう、的確に発信するとともに、将来的な移住にもつながるよう、移住希望者が安心して生活できる環境づくりにも取り組んでいただきたいと思います。そこで G7 広島サミットを契機として、その開催効果を幅広く県内の島嶼地域にも波及できるよう、東京圏における移住希望者に対する魅力発信や、移住希望者が安心して生活できる環境づくりなどにも取り組んでいただきたいと考えますが、知事のご所見をお伺いします。2点目は、広島空港の路線拡充の推進について伺います。広島市西区から移転した現在の広島空港は、1993年に開港され、今年で開港30周年という節目を迎えます。乗客数は2002年度に最高344万人、コロナ前の2019年度の乗客数においても、インバウンドの増加で297万人を数え、2021年7月からは民間企業による運営が開始し、間もなく2年が経過するところです。コロナ禍に入ってから、国際線の運航は今年1月の台北線の再開まで全便が運休し、国内線も減便や運休が相次ぐなど、状況は一変しておりましたが、今年3月の広島空港の月間利用状況を見ますと、コロナ禍前には及びませんが、国内の利用客もだいぶ回復し、先月にはベトナム・ハノイ線の就航が表明され、来月からのチェジュ空港によるソウル線の新規就航も決まっております。そのような中、先月開催された G7 広島サミットでは、特別機などにより諸外国から14カ国が広島空港を利用し、各国の首脳や報道関係者など多くの方が本県を訪れました。広島空港などを玄関口とし、美しい景色や伝統美など、県内のさまざまな魅力について各国のメディアで配信されました。今回のサミットでは、東京、大阪、福岡などの大都市圏の国際空港を経由せず、広島空港への直接アクセスにより、多くの首脳が来日されましたが、同様に本県への来訪客が海外諸国から直接アクセスできるようになりますと、国内大都市圏からの空港経由によって発生する移動時間の短縮や、本県への滞在時間を長くする効果が期待できます。これは海外のみならず、国内の地方都市から本県に訪れる観光客やビジネスマンにも同じことが言え、本県での滞在時間が長くなれば、県内での移動範囲も広がり、それに応じた本県への経済効果も見込めるものと考えます。サミット効果により、注目が高まっているこの機を逃さず、県としても空港運営権者との連携を強化し、今後も諸外国との直行便や国内線の拡充の推進に取り組んでいただきたいと思います。
そこでまず、広島空港の民営化から間もなく2年が経ちますが、その効果についてどのように捉えているのか、知事にお伺いします。また、G7 広島サミットの効果により、本県への来訪客の増加が期待される中において、県としても空港運営県社との連携を強化し、国内外との定期路線の拡充を推進していく必要があると感じますが、あわせてご所見をお伺いします。質問の第3は、防災拠点としての道の駅について伺います。防災道の駅とは、都道府県が策定する地域防災計画等において、広域的な防災拠点として位置づけられている道の駅について、国が選定するものです。選定された防災の道の駅については、防災機能におけるハード面での整備、強化や BCP の策定や、防災訓練について国のノウハウを活用したソフト面での支援など、防災拠点としての役割を果たすため、重点的な支援が受けられます。国は今後、全国で約100の道の駅を防災道の駅として選定するとともに、地域の防災拠点機能を持つ約500の道の駅において、2025年までに BCP を策定することを目標に掲げています。この防災道の駅については、我が会派の栗原議員からも、令和2年度の建設委員会で質問したところであり、令和3年度に東広島市西条にある道の駅が、県内で唯一、防災道の駅として選定されました。こうした道の駅を拠点とし、各地域においても防災機能の強化の取り組みが進められている一方で、私の地元、呉市においては、道の駅が一つもない状況です。平成30年7月の西日本豪雨災害時においては、広島・呉道路や国道31号線をはじめとする幹線道路、JR 呉線が寸断されるなど、甚大な被害が発生したため、陸路での物資輸送が困難な状況となりました。実際、ガソリン等の燃料は海上輸送で、タンクローリーを船で輸送した経緯もございます。道の駅の設置主体は、市町等において検討することとなりますが、近年、激甚化、頻発化する災害や、トラック等の自動車で行われている貨物輸送を、環境負荷の小さい鉄道や船舶の利用へと転換するモーダルシフトの動きもある中で、広域的な防災拠点の整備が沿岸部においても必要になってくるのではと感じております。防災道の駅は、大規模災害時の広域的な災害拠点として、自衛隊、警察等の救援活動の拠点や、救援物資等の基地機能、復旧・復興活動の拠点ともなりうるものであり、県としても国や市町と連携して、積極的に進めるべきと考えます。そこでまず、防災道の駅として選定されるためには、県が策定する地域防災計画において、広域的な防災拠点として位置づけることが要件の一つとされていますが、位置づけの考え方について知事にお伺いします。また、道の駅がない呉地域においては、平成30年の災害からの教訓を踏まえ、沿岸部の防災拠点として呉市とも連携し、防災拠点の整備が必要であると考えますが、県としての見解と防災拠点の整備における関係機関との連携の在り方について、併せてお伺いします。質問の第4は、県の道路整備計画について伺います。本県では、安心、誇り、挑戦、広島ビジョンが目指す広島県の将来像を実現するため、道路整備部門の整備計画として、5カ年計画による道路整備計画が策定されています。現在の計画期間は、令和3年度から令和7年度までであり、この道路整備計画に基づき、県内道路における事業実施箇所が選定され、私の地元である呉市内においても、この計画に基づき、道路整備が行われているところです。さて、その呉市ですが、先日、工業団地として売却先を探していた総合スポーツセンターの敷地について、半導体製造装置メーカーのディスコと立地協定を締結し、新工場を建設するとの発表がありました。敷地の活用については、
呉市が見込んでいた約2000人の雇用、法人市民税など年6億円以上の税収についてディスコからはいずれも上回る提案を受けたということです。日本製鉄株式会社瀬戸内製鉄所呉地区の9月末の全設備の休止が迫る中、今回の新工場建設のニュースは地元からの雇用増への期待が高まり、大変喜ばしいことであると受け止めております。一方、この新工場建設予定地付近を通る呉環状線は渋滞箇所を含んでおり、朝夕の通勤・退勤時間になると慢性的に渋滞が発生している状況です。このまま何も対策を講じなければ新工場建設にこれまで以上の大渋滞の発生が見込まれますが、さらに住宅地付近も通る生活道路としての利用もあることから、歩道が整備されていない箇所については交通量増大に伴う交通事故の危険性も高まってまいります。今後、広島呉道路の4車線化や呉平谷線の整備などが進むと、呉市内外からの交通量がさらに増加することも見込まれるため、呉環状線において何かしらの対策が求められてくると考えます。そこでまず5年に1度策定を行う道路整備計画において、将来的な交通需要の増加に対応するための道路整備等についてどのような見通しを持って計画を策定されているのか改めて伺うとともに、道路整備における優先順位の考え方について知事にお伺いします。またディスコの新工場建設の予定に伴い、今後主要渋滞箇所を含む呉環状線沿線の近隣住民への安全対策や渋滞緩和対策として、さらなる道路拡幅や新たなバイパスの整備などが必要と考えますが、あわせてご所見をお伺いします。質問の第5は、引きこもり当事者および家族への包括的な支援について伺います。引きこもりとされる方の定義は、原則6ヶ月以上の社会参加がなく家庭にとどまり続けている状態とされます。昨年11月に内閣府が行った調査によると、15歳から64歳までの 2% に余りに当たる146万人がその状態と推計され、コロナ禍前に行われていた調査における15歳から39歳、40歳から64歳の合計推計115万人よりも増えていることが分かりました。もちろん調査項目が一部異なることなどから単純比較はできませんが、昨年の調査によると、引きこもりになった理由の一つとして、およそ5人に1人が新型コロナウイルスの流行を挙げており、コロナ禍での社会環境の変化が背景にあることを伺わせる結果となりました。こうした社会問題ともいえる引きこもりについては、他県でも取り組みが進められています。先日、東京都の引きこもり支援について話を伺う機会があり、東京都では各区の行政と連携しながら民生委員等による引きこもりの実態調査を行い、その結果からどのような支援が必要か、官民一体で力を合わせて取り組んでいると伺いました。今年3月には、全世代のサポート、寄り添い、つながり続ける支援体制に向け、引きこもり等のサポートガイドラインを新たに策定されています。また、福岡県においても、日頃の活動の中で把握している県内58市町村の民生委員、児童委員を対象に、引きこもりに関する県内の実態、課題を把握するための調査を実施し、昨年7月に調査結果を取りまとめ、今後の施策につなげていかれるとのことです。本県における引きこもり支援については、広島引きこもり相談支援センターによる相談支援をはじめ、就労支援を行う若者サポートステーションなど、さまざまな取り組みが行われていることは承知しています。しかしながら、引きこもりはその性質上、日常生活の中で他者が把握することが難しく、必要とされる支援が判断しにくい傾向にあります。地域社会の認識は未だ高いとは言えず、当事者や家族に問題があるとする誤解や偏見などから、結果として助けを求めることができないまま、悩みを抱え込んでいるケースも多いのではないでしょうか。本県で目指す県民
が社会的に誰一人孤立することなく、生き生きと暮らすことのできる地域社会共生の実現に向けて、まずは本県での引きこもりの実態を把握するとともに、県としてのサポートのためのガイドラインを民間団体等の意見も取り入れながら、早期にまとめていただき、一人でも多くの引きこもり当事者およびそのご家族が支援を受けられるよう取り組みを推進していただきたいと思います。そこで長引くコロナ禍により、本人の生活困窮や社会的孤立など、将来にわたって問題がより深刻化していくと考えられる引きこもりについては、県として県内の実態を把握するための調査を行い、それぞれの実情に寄り添いながら、県と市長、民間団体の連携のもと、当事者およびご家族への包括的な支援を行っていくことが求められると考えますが、知事のご所見をお伺いします。質問の第6は、日本製鉄所株式会社瀬戸内製鉄所呉地区全設備休止後の跡地利用について伺います。呉市に工場を構えている日本製鉄については、2023年9月末をもって全設備が休止することが決まっています。呉湾に面した約143ヘクタール、マツダスタジアム約40個分の広さを誇り、1962年以降、約60年間にわたって操業を続け、呉のシンボル的企業でもある日本製鉄の全設備休止の知らせは、多くの市民が落胆いたしました。また、同じくらい多くの市民は、この跡地利用に強い関心と期待を持っています。呉市はかつて、当時の最先端技術により、世界最大の戦艦大和を建造し、その技術は生き続け、世界一の大型タンカー建造や自動車、家電製品の生産など、幅広い分野で応用され、戦後の日本の復興を支えてきた町です。今回の跡地利用については、地の利を生かし、永続的に雇用創出が見込め、呉市民、広島県民のシンボル的な要素も含めたものを期待しております。これらの要件を満たす上では、国が今後力を入れていくような産業も視野に入れ、連携しながら具体化を進めることが肝要と考えます。例えば、G7 広島サミットの国際メディアセンターにも展示されていた一連の宇宙産業などは、先に挙げた要件を満たすものと考えており、それこそ JAXA や関連産業を誘致できたならば、宇宙戦艦ヤマトのような夢のあるプロジェクトや産業の発展なども期待できるのではと考えます。他県の例となりますが、くしくも呉市と同様、今年9月末の高炉廃止が予定され、その跡地利用の問題が取り沙汰されていた JFE スチール東日本製鉄所京浜地区においては、昨年11月には基本的な考え方をまとめており、今月になり、日本初の大規模水素拠点を作ると川崎市が発表したところです。一方で、跡地活用における基本構想など、いまだ示されていない呉地域においては、先行きが見えない状況が続いており、地元の不安は募るばかりです。県として労働者の流出を抑え、かつ新しい雇用を創出し、地域産業を牽引するような企業の誘致等について、積極的に国とも連携し、日鉄側にも働きかけていただきたいと思います。そこで、休止発表から3年が過ぎ、跡地利用における基本構想などがいまだ示されていない状況において、地元の不安を払拭するためにも、スピード感を持って日鉄側と協議を進めていくべきと考えますが、企業誘致を含めた跡地利用における国、日鉄側への働きかけと協議の進捗はどのようになっているのか、また県として呉地域における最適な活用方法についてどのように考えているのか、知事にお伺いします。私からの質問は以上でございますが、この春の選挙におきまして、地域の多くの皆様に後押ししていただき、本日この本会議場に立たせていただいたということで、改めて身の引き締まる思いでいっぱいであります。今後とも諸先輩方のご指導、ご鞭撻を賜りながら、
全力を尽くして県政に取り組んでまいることをお誓いいたします。ご清聴誠にありがとうございました。当局の答弁を求めます。知事湯崎秀彦君。まず平和への取り組みと発信についてお答え申し上げます。 G7 広島サミットにおきまして、 G7 各国の首脳のみならず、核保有国であるインドも含む招待国、招待機関のリーダーに被爆の実相に触れていただいたことは、世界に大きなインパクトを与え、世界平和の実現に向けた力強いメッセージの発信となり、改めて広島の発信力の高さを実感したところでございます。このため、今後は広島の発信力の高さや、サミットで高まった国際機運も生かしながら、核兵器廃絶の実現に向けた賛同者の拡大と、国際社会への働きかけに一層取り組んでまいりたいと考えております。具体的には2030年以降の次期国連開発目標に核兵器廃絶が位置づけられることを目指して、現在取り組んでいる核兵器と地球や人類の持続可能性の課題の重要性につきまして、国際会議などの場において発信するとともに、他の地球規模課題の解決に取り組む他の団体等との連携強化を図ってまいります。また、核抑止に代わる新たな安全保障政策づくりにつきましても、世界の主要な研究機関とも連携して、政策提言づくりを進めてまいりたいと考えております。併せて、こうした取り組みを下支えするため、時代を担う若者が広島の経験や思いを深く理解し、将来、国際平和に貢献できるよう、引き続き人材育成に取り組むとともに、日本政府とも連携し、世界の若者による被爆地訪問の促進に積極的に取り組んでまいります。県といたしましては、核兵器の存在そのものが大きなリスクであり、核兵器の使用を防ぐ唯一かつ確実な方法は廃絶しかないということを、これからも国内外へ力強く発信していくとともに、核兵器のない平和な国際社会の実現に向けて、着実に取り組みを進めてまいります。次に、防災拠点としての道の駅についてでございます。防災拠点は、大規模災害時に被災地における迅速かつ効果的な災害対応を実施するため、全国からの救援部隊の集結拠点、県内外から寄せられる救援物資の集積拠点などの機能を有した施設として、地域バランスや交通アクセスなどを考慮し、市長や消防、警察、自衛隊などと協議した上で選定し、広島県地域防災計画に位置づけているところでございます。現在、県の防災拠点につきましては、県内外へのアクセスを考慮して、県の中央に位置する広島空港の隣接地に、広島県防災拠点施設を整備しているほか、公園や不当用地、道の駅などを地域における防災拠点として指定しており、平成30年7月豪雨災害以降も随時追加しているところでございます。このうち呉地域におきましては、救援部隊の集結拠点として、呉日光公園など3か所、海上からの救援物資の集積拠点として、呉港阿賀マニノポリス地区不当用地など3か所、計6か所防災拠点として指定しております。呉地域における防災拠点の整備につきましては、これらの防災拠点の指定状況も踏まえて、呉市などの意向も確認しながら進めていく必要があると考えております。県といたしましては、引き続き関係機関と連携した迅速な災害対応の実施に向けて、市長や消防、警察、自衛隊などのご意見を伺いながら、防災拠点に適した施設を活用することで、今後の大規模災害に備えてまいります。次に、県の道路整備計画についてのご質問でございます。
広島県道路整備計画2021は、安心誇り挑戦広島ビジョンの目指す県土の将来像を実現するため、今後の社会資本マネジメントの基本方針を定めた社会資本未来プランに基づく道路分野の事業別計画として策定したものであり、6つの施策で構成されております。この施策の一つとして、物流生産性向上のための道路ネットワークの構築を掲げ、物流拠点と井桁上の高速道路ネットワークをつなぐ広域的な道路ネットワークの形成を図り、企業活動を支える物流基盤の充実に取り組むこととしております。また優先順位の考え方につきましては、選択と集中を図りつつ、費用対効果や施策への貢献度、事業の熟度などを総合的に評価することとしており、市長の意見を伺った上で箇所を選定しております。次に、主要地方道路呉環状線につきましては、広島呉道路や東広島呉自動車道と接続し、沿線の工業団地に企業が立地するなど、呉地域の社会経済活動を支える重要な路線でございます。このうち呉市郷原地区と内城地区を結ぶ区間におきましては、桑畑工業団地入口交差点が主要渋滞箇所となっており、これまで右折レーン延伸や信号機の設置などの渋滞対策を実施するとともに、歩行者の安全確保のため、現在、交通安全事業による歩道整備を進めているところでございます。一方、近年、企業の生産規模拡大などにより、通勤時間帯における渋滞が依然として発生している状況にあることから、県におきまして、昨年度、交通量調査を実施し、さらなる対策を検討しているところでございます。県といたしましては、呉市と連携し、今後の新たな工場建設などによる交通量の変化にも注視しながら、企業の生産性向上や企業活動を支える物流基盤の充実に資する道路の整備について、引き続き取り組んでまいります。次に、日本製鉄呉地区の休止後の跡地利用についてでございます。日本製鉄株式会社瀬戸内製鉄所呉地区全設備休止後の跡地利活用につきましては、令和3年5月に開催いたしました合同対策本部会議におきまして、日本製鉄が行政と連携しながら責任を持って対応していくと表明し、現在県呉市日本製鉄などでさまざまな協議を行っているところでございます。こうした協議の中で、設備の撤去など後処理の期間につきましては、他地域の製鉄所縮小の事例では全体で10年以上かかるなど、相当な時間が必要となることが想定されるため、呉市とともに日本製鉄に対して、できるだけ早期に利活用できるよう計画的に解体撤去を進めることや、解体スケジュールを明らかにすることなどを求めております。一方で、解体スケジュールなどの具体的な内容につきましては、いわゆるインサイダー情報に該当するものも含まれており、法令上の問題が懸念されることから、現時点では詳細な内容を明らかにすることができないが、今後、しかるべき時期に説明したいと、日本製鉄から聞いているところでございます。跡地の利活用につきましては、基本的には日本製鉄が決定するものではございますが、地域の将来に大きな影響を与えることから、今後とも呉市や国とも連携し、国内でも有数の広大な遊休地であること、埠頭、道路、水や電気といったインフラが整っていることなどの優位性を生かすことにより、地域経済の活性化と雇用創出につながるよう、地元自治体としての意見を日本製鉄にしっかりと伝えながら、協議を進めてまいります。その他のご質問につきましては、担当説明により答弁させていただきます。地域政策局長、杉山良一君。
県内島嶼地域における移住の取り組みについてお答えいたします。本県におきましては、東京圏等の移住希望者に対し、情緒ある町並みや美しい自然、豊かな食など、広島の持つさまざまな魅力の情報発信により、本県への関心を高めていただくとともに、広島での仕事や暮らしについてのイメージを明確にしていただくためのセミナーを開催することなどにより、移住促進に取り組んでいるところでございます。こうした中、サミットの開催により、本県のさまざまな魅力が発信され、国内外からの注目を集めましたことは、移住を希望する東京圏の人々の本県への興味を高め、本県への移住に向けた行動の後押しにつながっていくものと期待しているところでございます。特に島嶼地域につきましては、会場周辺を含めて、瀬戸内海の多頭尾が大きく報道されたことや、食材として提供された瀬戸内魚が脚光を浴びたことなどにより、多くの関心が集まっているものと考えております。こうしたサミットの開催効果を生かして、セミナーや移住フェアにより、島嶼地域の魅力を紹介するとともに、地域での暮らしが体験できる移住ツアーや、地域のキーパーソン等との相談、交流を通じたネットワークの構築などにより、移住後も安心して生活できる環境づくりを行うことで、島嶼地域への移住を促進することとしております。このほか、ホームページや SNS におきまして、サミットで提供された食品を供給した会社に転職・移住した人のインタビューや、サミットの開催に大きな役割を担った魅力的な仕事を紹介するなど、サミットを契機とした注目度の高まりを生かし、移住先としての本県への関心をさらに深めてまいります。引き続き、サミットによる注目度の高まりを好機と捉え、島嶼地域を含めた本県全域の移住者の増加につながるよう、市長や関係団体等との密接な連携のもと、効果的な移住促進の取り組みを検討してまいります。土木建築局長、上田貴弘君。広島空港の路線拡充の推進についてお答えいたします。広島空港につきましては、令和3年7月に広島国際空港株式会社、通称ハイアップによる運営が開始され、2年が経とうとしております。先月開催された G7 広島サミットでは、アメリカを除く参加国および招待国、招待機関の専用機、商用機合わせて延べ35機が広島空港を利用され、国からはハイアップのおかげで非常に円滑に業務を進めることができたと高く評価をいただいたところでございます。また空港運営開始時から、新型コロナウイルス感染症の影響により航空需要が激減している中、ターミナルビル天井の改修による耐震性強化、立体駐車場の整備と予約制導入による利便性の向上、駐車場への太陽光発電施設の設置による脱炭素への積極的な貢献など、県の基本方針が反映されたハイアップの将来ビジョンに基づく取り組みを着実に進められております。さらに4月には広島県観光連盟及びハイアップのトップと湯崎知事が揃って台湾を訪問し、ハイアップの構成企業が運営する大規模商業施設を活用した台北線の周知や、広島の魅力の PR などによる誘客活動が実施されました。周辺地域との連携におきましても、空港全体での採用活動である空港合同企業説明見学会の開催や、空港内で周辺6市町の特産品を販売するなど、地域の活性化に向けて積極的に取り組まれており、民営化の効果が十分に発揮されているところでございます。また、広島空港の定期路線につきましては、国内線の直近5月の搭乗者数が
新型コロナウイルス感染症の影響前の平成30年同月と比べて9割を超えるまで回復してきており、国際線につきましても本年1月、約2年9月ぶりに台北線が運航再開したほか、先月には広島とベトナム・ハノイ、今月には韓国・インチョンを結ぶ直行便の就航が発表されるなど、回復に向けて動き始めているところでございます。こうした中、G7 広島サミットの開催により、世界から広島への注目や関心が高まり、国内外からの来訪者増加が見込まれていることから、広島空港における国内外の航空ネットワーク拡充に向けた絶好の機会であると考えております。広島空港の航空ネットワークにつきましては、ハイアップの将来ビジョンにおいて、2050年頃までに、現在の国内外12路線を30路線に拡充する計画となっております。このビジョンの実現に向けて、県におきましても、ハイアップと連携して、エアポートセールスを実施するとともに、空港利用を促進するための官民連携組織である広島空港振興協議会の事務局を昨年度から共同で運営しており、観光部門などの関係者とも連携しながら、さまざまな取り組みを進めているところでございます。県といたしましては、引き続きハイアップなど関係者と連携しながら、サミットの効果を生かして、広島空港の航空ネットワークの拡充を積極的に推進してまいります。健康福祉局長、岸田栄作君。引きこもりの当事者および家族への包括的な支援についてお答えいたします。引きこもりの当事者および家族の方々への支援につきましては、8050問題や生活困窮など複合的な課題を抱えていることが多いため、相談対応のみならず、当事者の社会参加や周囲の理解の促進といった包括的な支援が重要であると認識しております。このため、県内3カ所に設置している広島引きこもり相談支援センターにおきまして、当事者の抱えておられる実情に応じて医療機関への紹介や就労支援などを行うとともに、地域での居場所づくりと社会参加を促進するために、福祉関連の事業所や企業等とのネットワークづくりを進めております。また、より身近な地域での包括的な支援体制を構築するため、市長に対し、引きこもり地域支援センター等の立ち上げ支援や、当事者宅へ訪問する際の医師や精神保健福祉士の派遣、困難事例への対応支援などを行っているところでございます。引きこもりの現状や課題を的確に把握するための実態調査につきましては、現在、県内の8市町で実施されており、県といたしましては、市町で実施される実態調査において、調査項目の情報共有や専門的な助言などの技術的支援を通じ、各市町の特性に応じたきめ細やかな支援の仕組みづくりを目指しております。引き続き引きこもり状態にある方の実情に即した包括的な支援体制を構築し、地域で生き生きと暮らすことができるよう、市長や関係団体と連携して取り組んでまいります。教育長、平川理恵君。県内高校生への平和教育についてお答えいたします。平和教育は日本国憲法の理念に基づく教育基本法及び学校教育法に示されている教育の根本精神を基調とし、個人の尊厳を重んじ、
真理と平和を希求する人間の育成を目指して行われるものでございます。本件におきましては、平和教育の実施にあたり、学習指導要領にのっとって、各学校の実情に応じ、教科や特別活動などの全教育活動を通して行っているところでございます。具体的には、これまでも広島市内外の県立高等学校におきまして、地域の被爆者等を招いた被爆体験の講演会を開催しており、県教育委員会ではこうした学校のさまざまな事例をホームページに掲載し、全県に広める働きかけを行っております。また今年度新たに実施する G7 サミットを契機として、生徒が探究学習に取り組むプロジェクトでは、県立高等学校の生徒たちが集い、被爆三世であるコーディネーターのもと、平和な社会の構築をテーマとして探究し、今年度末に開催する高校生国際会議において、その成果を発信することとしております。県教育委員会といたしましては、人類史上初の被爆県である広島で、平和を学んだ将来を担う若い世代が、さまざまな形で平和を希求する活動に持続的に関わることは重要であると考えております。このため、今回の G7 広島サミットの開催を契機として、より一層学校等の関係者とも連携し、国際平和の実現に貢献することができるよう、さまざまな取り組みを通じて、平和教育を推進してまいりたいと考えております。明日も引き続いて質問を行います。明日は午前10時30分から会議を開きます。本日はこれをもって散会いたします。